初代ブリッツ1930年代中期、ブランデンブルク工場でのライン生産で、ベアシャーシが並ぶ。大量生産体制を早くから整えていた、軍用ブリッツ。3トン使用。ボンネットの高さ、全輪軸のデフケースから、前輪駆動タイプであることがわかる。1944年、イタリアの路上にて、ドイツ軍式の投下完成カバーをヘッドライトにかけた。 運用トラックの点検スタイル目323、基板等とオペルマウルティア1960年式、モデルブリッツ b 系。1965から1975年式の最終モデルブリッツは、ドイツのオペルが製造していた中型トラックである。1930年から1975年まで製造されていたが、本校では主に1939年から1940年代に、 かけて生産された軍用トラック型を取り上げる。アダム・オペル社がアメリカ合衆国資本のゼネラルモーターズ参加に入るのと相前後して発売された中型トラックシリーズである。ブリッツ・ブリッツは来航の井でフロントグリルに来航もしたエンブレムを添えていた時期もある。九百三十年にオペル社リュッセスハイム工場で生産を開始、アメリカ流の大量生産技術を用いて、 競合メーカー製品により廉価に量産され、オペルの経営を支えるとともに、1930年代中期には、ドイツ国内の中型トラック市場の派遣を握るに至った。当初のエンジンは GM から設計を供与された、ビュイック用のサイドバルブ 68HP であったが、1937年以降は、やはり GM 系のシボレーオフエンジンにルーツを持つ、大型乗用車。 アドミラルと共用の3 6七7 5 h p 及びその縮小版設計である、中型乗用車、オペルズーパー6とその後継車カッピテーン用の2 5五5 5 h p を搭載した。基本はトラック用の高床シャーシであるが、派生型として主にバスボディ仮装用の低床シャーシも生産された。 ナチス党政権下で再軍備を開始した当時のドイツでは軍民双方のトラック需要が大きく、オペルは1935年に政府命令でブランデンブルク工場を開設。ここで1944年までに13万台を超えるブリッツトラック及びそのベアシャシーが生産された。第二次世界大戦初期の1940年、オペル社はナチスドイツ政府の管理下に置かれる。オペルは 第二次世界大戦中、ドイツ国内で多数のトラック製造を行っており、特に使いやすいクラスであるブリッツは、ドイツの武装親衛隊、国防軍が軍用トラックとして、第二次大戦中にドイツの占領下にあったフランスをはじめ、北アフリカ戦線、ソビエト連邦への戦線での物資と、兵士輸送用として運用され、大戦中に総計で10万両を超える生産が行われた。 ドイツを代表する軍用トラックであった。なお、ブリッツは3トン型中型トラックとも称されるが、これは自重込みの重さなので実際の積載量は1.5トンほどである。駆動方式は通常の後輪駆動であるが、前輪駆動型も存在する。ブランデンブルク工場は1944年8月6日、イギリス空軍の戦略爆撃で大きな被害を受けた。 そのため、軍事大臣、アルベルト・シュペイヤの指示で、ダイムラー・ベンツのマンハイム工場が、自社のメルセデス・ベンツ L3000 トラックの生産を止め、代わりに、標準的なブリッツ3.6リットルトラックの生産を受け持つ措置が行われた。ダイムラー・マンハイム工場は2500台のブリッツを、終戦までに生産、さらに戦後も、占領軍であるソ連軍の指示により、L701 の形式で、 ブリッツ3.6リットルを1949年まで生産した。なお、ドイツにおけるこれらの戦時軍需生産には強制労働が伴ったことが伝えられている。西部戦線では連合国軍がブリッツを露飼する事例もあり、ドイツ軍側は時には取り残さざるを得ない。ブリッツのエンジン周りを破壊してから退却したが、ブリッツのオフ6気筒エンジンは GM 系列の絞れ及び、 GMC 社、また GM のイギリス現地法人企業であったボックスホール製商用車のベドフォードとの共通性、互換性を多く備え、GMC 社やベドフォード社は連合軍側軍用車にも多々使われていたため、路獲した連合国軍側はエンジンの破損したブリッツを容易に再生して利用できたという。終戦後、ドイツでも東部に属したブランデンブルク工場に、 残存したツール類はソ連に搬出されてしまい、オペルに残った主力工場のリュッセスハイムでも建物の47%は戦災等で破壊、やはりソ連からのツール集奪を受けていた。オペル社は終戦後の GM の講演も受け、リュッセスハイム工場の生産再開に取り組み、1946年7月15日に戦後最初のブリッツトラックを送り出した。 1952年にモデルチェンジで初の戦後タイプのブリッツが開発された。在来型のシャーシを利用しつつ、キャビンを GMC、シボレーなどの戦後型トラック類似にモダナイズしたものである。西ドイツの商用車市場はメルセデスベンツやドイツフォード、ハノマーグ、ボルクバルトなどとの競争が激しかったが、1950年代のブリッツは、 市場からの指示が厚かった。1960年に、後、ブリッツ A と呼ばれるセミキャブオーバー型にモデルチェンジする。このモデルでは、同時期のオペル乗用車同様の新型エンジンを搭載するなど刷新が図られ、またセミキャブオーバーの採用で、荷台が延長された。しかし、この頃のオペルは、西ドイツの民族系メーカーと違って、ディーゼルエンジンの投入に消極的であったため、 経済性に優れるディーゼルエンジントラックを市場導入した競合他社に遅れを取るようになっていった。1965年には最終型となったブリッツビーにモデルチェンジする。当時刷新が進んでいた乗用車シリーズのエンジンと同じく1.9リットル4気筒と2.5リットル6気筒のガソリンエンジンを低速トルク経済性重視にデチューンして搭載した。それでも未だ ディーゼルエンジンのないことは販売上の大きな弱点となり、1968年には、フランス駆除系列のエンジンメーカーインデノール製の XDP4.90 ディーゼルエンジンを導入、ようやくディーゼル搭載モデルをラインナップに加えた。この措置は遅きにしし、ブリッツクラスの商用車市場におけるオペルのシェアは華々しく損なわれていたため、1975年には、 ブリッツ系の後継モデル開発が断念され、生産終了した。軍用ボンネットタイプ、仮想ボディのバリエーションは多彩であった。戦後の1950年以降に生産された、別形式のものは、ボンネット型ではなく、セミキャブオーバータイプとなる。1945年から1949年式、ここに登場するものは、すべて戦中の軍用トラックタイプである。 大脱走捕虜収容所まで捕虜を輸送するドイツ軍のトラックとして登場。独軍車両の塗装がダークイエローではなく初期のジャーマングレーなのでやや交渉に難がある。ヒトラー最後の12日間武装新兵隊のトラックとして登場。ソラノーとカルバドスの運搬に使用。ちっちゃな雪使い、シュガー、ハモンド劇団の専用車。座長以下、役者が荷台に乗って、 宣伝に使用するほか、モブとして、跳ね橋のシーンにも登場。ザ・サブター・ナチス兵士が、兵員輸送用として使用。タンクローリー仕様と M に、プレイヤーも運転、所有が可能。アドバンスド大戦略ドイツ電撃作戦、プレイヤー側が運用可能な輸送用トラック。コール・オブ・デューティシリーズ、COD ドイツ軍のトラックとして登場する。COD。 ドイツ軍のトラックとして登場する。COD、FH ドイツ軍のトラックとして登場する。COD に主にドイツ軍のトラックとして登場するが、一部の車両はイギリス軍の第7機講師団に露獲され、負傷兵の輸送に使用される。COD2、BRO、COD3 ドイツ軍のトラックとして登場する。COD、防部、ドイツ国防軍が使用。 ホロナシ仕様のみが登場する。プレイヤーは運転不可。COD メガワット日本作品の隠し要素として、アクト3エンドゲームにボロボロに風化したドイツ軍の車両が登場する。スナイパーエリート部位にドイツ国防軍が兵員輸送に使用。主人公カールフェアメダルオブオナー史上最大の作戦ドイツ国防軍施設に駐車されている。 あるミッションで主人公が爆弾を設置して爆破したり、エンジンに細工をする。兵員輸送タイプとタンクローリータイプの2種類が存在する。ありがとうございます。